画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう、殺人鬼プレイというわけでね。いやデッドバイデイライト楽しんでますか皆さん。面白いね。 PS4 版も発売され、 Xbox 版ってどうなるんでしょうね。今んとこ PC と PS4 版だよね。 Nintendo Switch 発売とかはないかな。いや興味ね、あほら、まあ、PUBG じゃない、フォートナイトかな、なんかがスイッチで発売されたんでしたっけ。うん、そんな感じでね、デッドバイデイライトもね、他の機種に行ったりできないかな。わかんないけども、でもスイッチでやるようなゲームでもない気もするけどもね。はい、来ました。かわいいね。かわいいウサちゃん、ウサギ飼いたくなるね。これでウサギ飼いたくなったらちょっと頭おかしい気もするけども、ウサギ飼いたくなるね。友達がウサギを飼ってましたね。めっちゃ可愛いんだよね。ここか、ここに私のまあまあウサギトーテムがあるんですよ。お早速ほんとなこと、AM の練習しとこう。このドワイトで練習しとこう。斧投げる、ウサギパークによってね、釣った分どんどん発電機の修理が難しくなっていく、スキルチェックが難しくなっていくということなんですけども、どういうふうに、ちょっと待って、どういうふうに難しくなるかと、っていうのはね、この発電機をやるときに、ちょっと待って、勘を取り戻さないとね。OKOKOK。投げるよ、俺。やっと当てれるようになったもん。ゼロ距離に近いけども。おい。しかし、ストライク持ちだな。スキルチェック前って実はカーンっていう音がね、低音が鳴るんですよ。撫でちゃうぞ。OK! 当たった!慣れてきたぞ。OK! でもそのカーンが鳴らなくなると、途端に難しくなるんですよ。スキルチェックっていうのは。どこ。でもね、実は昔のデッドバイデイライトって、カーンなんて鳴ってなかったですよ。あ、多分。あれ?どうだったっけ?なんか鳴ってなかった気がするんだよね。途中から鳴り出した気がするんだよね。で、まあ、どっちにしろね、鳴らないと難しいんですよ。あそこ、切れるかな。おい!もう一人来てる。落とすしかない!この野郎!オーケー!まったくよ。壊しとくかこれ。わらわらと言ってきやがって。おっ、さすがにボロータイムだな。まったくボロータイムに鞭を打ってからに。それおしゃれのぶちゃん5、スーパーの店員みたいな格好してるね。いやもう一人この辺に潜んでんだけど、まあ、あ上か、上で自己治療してますわ。ほれ、いいね、当たるようになってきたね。いいペースだね。今回ご紹介したい映画はエントラップメントっていうね、大昔に紹介したかもしんないけども、近いっつってやろう。このショーン・コネリーとキャサリン・ゼタ・ジョーンズというね、もう最強タッグなのね。まあ最近あんまり名前を聞かなくなってますけども、ショーン・コネリーって言ったらもう渋いおっさんと、いやもう今となってはおじいちゃんなんだけども、エントラップメントでも、何度も脱獄ができるような、人物脱獄というか、脱獄じゃない、泥棒、大泥棒の役なんですよ。泥棒の天才みたいなのおじいちゃんプラス、怪しい、なんか若手のケイ、いけなかった、まっすぐいかなかったか。オーケー、まあ、美女キャサリン・ゼタ・ジョーンズ、これとね警察機関とかも合わさってね、まあいろいろこうくんずほぐれつになるんですけども、このおじいちゃんね、大泥棒のおじいちゃんに
まあ、何の因果かいろいろと、いろいろとありまして、その美女は一緒に泥棒することになるんですけども、もともとセンスのいい、おい、こっちに寄ってからに、美女はね、そのおじいちゃん大泥棒の過酷な訓練もね、ものともせず、そのやばい山を後ろ取って、やばい山をね、こなすためにこうめちゃ厳しい訓練をやるわけですよ。まあ、そのシーンが結構有名なんだけどね、エントラップメントっていうのは。さあ、ウサちゃんトーテムが5個も溜まっちまったな。こうなるとね、もうそこら中でスキルチェックミスしまくります。そこら中でみんなミスするんで、異常に難しくなるから。これ幸いなことにね、私のトーテムすごく分かりづらいところにあるからね、あれね、光ってんので、そのね、全身タイツじゃないけど、そういうのを着て、そのある潜入しなきゃいけないところに、まあ張り巡らされてるレーザーセンサー、それをね、避けなきゃいけない、違ったか、その避けんのが大変なんだけども、それをね、華麗にまるでダンスかのようにこう避けるキャサリン・ゼタ・ジョーンズのね、この美しさたるや、セクシーさたるや、それだけでも見る価値はあると。ストーリーも面白いんですけども、というわけでね、ぜひ気になる人は見てみてください。さあ、これ発電機全然難しくなってくるからね、こうなると動けないよ。結構みんなトーテム探してんのか、もしかして。ちょっとここ来ないやろうな。あ、よかった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 。発電機どうだ、ボーン鳴らしてみろ、ドーンって来い。いないな、ちょっと待って、4人いるよねこれ。発電機4つで4人いるよね、あれちょっと待って、あ、みんなで動かしてたみたいだが、甘い。奥だな。オッケー。お、絶対ここにもう来ると思ってた。おお、いたか。おおい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 、どこで伏せてたのか。キョ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 。あ、こっち行く道なかったな。これ板だね。壊してみましょうか。で、さっきの発電機に蹴り入れましょう。いるぞーいって、これほらよー見えてないと思ったんかい。そしてそこの発電機の近くに釣って壊すと、もう生存者はね、うわー、そこせっかく結構進めたのに、なんでごったのーつってなります。あ、死んじゃったな。足跡があるけども、一回補充します。しかもこのね、スキルチェックの難しさたるや、まあひどいもんなんですけども、プラスね、全部発電させたとしたって、ここやったんだよ、ノーマンエスケープが発動するからね。上か、いやでもこの辺絶対いるよな。上じゃないよな、なんか上潜んでそうなんだけどね。あの2点、もうちょっと見てみましょうか。壊れてるな。ちょっとトーテム見てみます。来てないだろうな。おいおい、やっぱ、あ、これ気づかれた。これ気づかれてる。絶対気づかれてる、これ。まずい。私の秘密を知られた。秘密を知られちまったぞ、これ。うわ、まずいぞ。絶対にこの辺いるから。間違いない。ここか。そら、もうのぶちゃんお茶目なんやからね、トーテムの真ん前にいちゃって、もう君は秘密を握ってしまったからね、
脳がしゃしないよ、もう。かわいいベレー帽着てるけども、かぶっちゃってるけど、もう逃さないよ。さてと、さてと、あれを救いに行くついでに、トーテムが見つかる可能性もあるからね。私の秘密がどん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 パブリックに漏れていく。まるで SNS で生きちゃって、いろいろ自分のね、あの学校やら、LINE やらを全部暴露、電話番号とかね、LINE ID とか変えちゃったりとかしてしまう人の末路になってしまいますよ。すぐバレちゃうから、そういうことすると。プライベートのことが。ほら。いいね。今、あでおい、何しでかすんだ。悲しみや。ほんとウサギのね、トーテムってそんなさ、そんな悪い子じゃないんですよ。実際トーテムの中の部類で言ったら狩りの興奮に次ぐいい子みたいなもんなんですけども、ちょこちょこちょこ、あ、いたいたいた、血が丸見えじゃないか。おい、はいはいはい、超えていく超えていく、はい超えていく超えていく、もう超えれねえだろ、次超えれねえだろ、はい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 、次ラストを超えるとしても、それ超えれねえな、斧が怖いからな、そういうことだ。さて、いやにしてもウサギパーク最後の最後までやってくれましたね、頑張って。非常口出てないんで、もう釣っちゃいます。な、ん？ちょっと待って。めっちゃ遠いやん、どこも。なにこれ？この辺、なんや？なんやなんやなんや。いけるか、これ。あ、よかった。動いてる、動いてる。絶対これ直前までやってたでしょ、ここら辺で。間違いね、間違いね。絶対いるわ、これ。プンプンしやがる、肉が。肉がじゃねえ。人間の匂いが。肉がプンプンしやがる。そんな慣れないと思うんだよな。絶対ここら辺、まあ一応出張してみるか。あれ？ここにいた。当たった、よし！後半、斧の調子良くなってきたね。見せかけて、はいやりました、完封でございます。ふむ、さあこっち来い。いやー、コンビニ店員のね、ネコちゃん、それよ出荷じゃい。いや、後半慣れてきたね、斧投げんの。前半はちょっと微妙な感じだったけどね。いや、しかし、珍しいね。あの、ウサギのパークが結構響いてたね。そのおかげで、発電機4つのまま、勝利することができました。まあ、そんなわけでね、ご視聴の方ありがとうございます。レインボーレインボーレインボーゴールド。というわけで、26,450 点と。皆さんの良きゲームライフの方になっております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。